皆さんこんにちは。今回から新しい動画がスタートします。その名前は心とモリモリのスイング改造計画。イエーイ、勝手に名前つけちゃいました。大丈夫かな、森さんに怒られないかな。そんなコーナーでですね、第1回なんですが、第1回はテーマパンチショットです。わかりません、パンチショット、ドゥンブンってボールを打つやつですね。ちょっとピシッと低い感じでボールが出ていくんですね。強く低いボール、私すごく苦手です。パンチショットは本当に苦手ですね。なんですがそれが打てるようになります。で、最初にいきなりレッスンが始まります。なんで皆さん、急にレッスンみたいになると思うんですが、クラブの話してるんですけど、クラブあるじゃないですか、ゴルフクラブね。ゴルフクラブ持った時に、ゴルフクラブの重さって右側にありますよね。アイアンヘッドですね。ヘッドのバランスの重さって右側にあるんですね。そのことについてから始まっています。いきなりあれ、何の右側の話みたいな感じからスタートするんで、そこだけ最初に説明しておきます。ではどうぞご覧ください。じゃあ、ね、今日完全にすごく回ってたら、自分が持ってるシャフトもいつも言うけど、これ右にあるでしょ。これ右にこのままヘッドが10キロだから、すごい簡単に説明して、こうやってただ適当に振り子を打っても、振り子の円の右側が大きくなっちゃう、でこっちはちっちゃくなる。そう、よく右側を重たいまま振ると右の円が大きくなる、ちっちゃい、ちっちゃいでしょ。でも今度これがこっち簡単し、左にするとこっちちっちゃくて、こっち大きくなっちゃう。これがプロの壁。まあ、打ったら、ちっちゃくなるでしょ。こっち大きいでしょ。大きい。でも今度これを、やるとして、ちょっと感覚違うでしょ。普通に打ったら、こっち大きくなる。大きいでしょ。そう、これが影響を受けてるってこと。だから右にある左にあるすごい影響を与えるってことなんでしょう。だからこれも素振りするときに、じゃあこれで少しでしょ。そうですね、思いっきり自分からシャフトみたいな左側に、そう、これで素振りすると、だからラウンド中とか練習一人でしても分かんなかったら、こうやってやると左足も乗るし、そう、動きも乗るし、まずこれが基本で、ということはここに持ってきたいわけでしょ。こんなんじゃ打てないじゃん。これだと打てる。でもこのポジションに行くと、スタートが右にあります。右にあるものを右にあるものをっていう、こうしようって。そう、単純にフェースがリーディング位置から考えないので、まあ、こっちにする。体をどう動かすかなんて、考え方として、ニコルちゃんがどうしても一人で練習っていうと、このリーディングエッジ、これがやっぱまっすぐだから、これがどうしてもまだ入ってるんだけど、まだ抜けきれない。そうすると、どう、右のままでしょ。右のまま、そうだから右に残っちゃう、うまく当たってほしい。でもそうするとじゃあ何がそもそもダメなのかって、右のまま来ちゃったら絶対にこういくしか立っちゃうので、そっか、お前さんのところ返すって言われてるから返すぞって言っても、こっから返しちゃう。ああ、分かる。タッチしてから、そう、返してるけど立っちゃうとこ、そう、だからこれが右もの左ってやったらこうでしょ。だからクラブって本当にこれがスクエアだから、こうじゃなくて練習してるけど、やっぱりこう、そうそう、今のが結構まっすぐだから、そうすると、こっちでは面白いのが、自分で開かなくても、スタートがそもそも右にあるから、全体のこっちに力をポンって加えてあげると、自然に右に倒れるんですよ。で、今度、左、そう、右、左、これで軽く、ちょっと決まる。で、こうじゃなくて、バックスイングで固めてるのが、なんか押さえてるとこあるでしょ。でも、ここ、そう、腕で、腕で、逆に立ってくるでしょ。こっから、そう、立ってくるので、叩くみたいな、叩いてみたいな、そう、こんぐらい、そっちに、自分を使って、
あれすごい全然違う。でしょ。そういうこと話したりして。やっぱり安く作ったら安くいくんじゃないかとか、それはやっぱ金魚とか選ぶかで作ろうとするんじゃないか。そう。それだったら全然動かなくなっちゃう。そう。こうやって普通に上げていっちゃう。だからじゃないか、どうしてもこの辺を固めて、ハーフは、ヘッドニーみたいな感じですよね。フルは、違いに行くとここっていう自分の中でポジショニングのイメージがある。でもこれ見てて、はい、そう、ちっちゃいのはもうちょっと叩こうがする。ちょっと寝ないです。もっと叩いてる方こっちへ行くと寝ない動作もしてる。だから、ここがこうとか、このはい、ここ3チーム一番くらいが9時とか、10時とかじゃない。一番効率よく動いていかない。自分の力の出し方です。今日はもうカーショットを覚えると、これが本当にレバーというここでヘッドがこうやって持ってるでしょ。ちゃんと使いそう。なるべくなるべく絶対今の時代それがこう入ってるじゃなくて、これがいくよ。今全部繋がってる。右にあるまま行くとどんどん上に上がっていくから止めることができない。できない。でもこれがやり乗りながら、うん、ってなるとここ使いそうじゃない。来た。そう、これ低いからね。こっちだとこういう演習。でも、こうするとこうやって止める。受けれるのが。まあ、だからあんまり、だんだんこうパッパッと止めるような。そうそう、そういうこと。そう。だからそんぐらいの大きさがあるから。あれ、ちっちゃく、こう、手が。そうそうそう。ちっちゃく。そうそうそう。すごい。そうそう、インパクトが。そう。そう、家でやってるでしょ。でもこれとドライバーとかつながってないでしょ。一緒なんだ、一緒なんだ。メインは、メインエンジンはこいつだって。でもみんなこの全体を折り合って振ることがメインだと思ってる。インパクトの衝撃で決まるわけだから。そう、ちっちゃくからもうちょっと投げる。はい、もうちょっと投げる。はい、次もうちょっと投げる。もうちょっと投げる。そう、やるわけですよ。でしょ。え、ちょっと待って。そう、そう、疲れない。で、今のところに行くでしょ。これでハーフハーフでしょ。ってことは私はそんなにこっち来てない。来てないでしょ。そう、いつもあっち行っちゃう。体が自分で自覚してる。そうか、私はこれを固定して外側を固定して何をするか、中心を回すしかないじゃん。それをやってたわけ。でもこれがちゃんと道具を使う、道具クラブを振るんだっていう認識がないと早い、まだ乗れてない。どれが一時期に出てきたら置いたままですよ。ほら、カッカー見てる。乗ってる。左に乗ってるでしょ。左に乗ってる。そう、やっぱ動きってのはボールじゃなくて、すごく美しくなきゃいけない。美しい動きっていうのはやっぱ関節とか全部見てるときは美しく。でもリーディングエッジの感じがまっすぐ当たり合いますと、こういう状態になると美しくないんです。そう、僕はいつもお客さんに言ってるのは、いい動きっていうのはもう持ってるの、絶対持ってるのに、頭の良さがそれを止めてるわけ。50ただゴルフやピッチャーが生まれたんですよね。そう、ピッチャーが生まれたんですよね。80だからこう80も甘い。ピッチャーで動けるまた反応しなきゃいけないから、より腰が乗ってる。ピッチャーでも全然100フルマックス思いっきり耐えて、うわっ、そう、ダミネもっとなったでしょ。そう、そうで、叩いたっていうのは、これが絶対こっち行ってるわけです。グラビテーションだったら、ピッチャーで動くこの形でこう行くんです。そう、行くに決まってる。で、これが、そう、で、これがこういう叩き方だったら下手かでしょ。これが叩き方下手だねってなるでしょ。分かる。そう、全然いいです。そう、だからこれをまっすぐこのまま、そう、でもっと叩こうと思ったら強く振り上げる。ちょっと待ってください。ただ叩こうとして手をこう動かす、右手こうしとかなんないし、うん、
私の足って何か分かる？関節がちょっと先行して左に乗ってこっちやってってやってるでしょ、勝手に。不思議でしょ。すっごいいろんなこと考えてこうしてるから、ね、ダメ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 。そう、美しい。何これ？そう、でこれもぼんやりでいいんだ、別にボールアップしない。そう、この動きクリーブだけのパンチショット打って終わり。やばいでしょ。これないでしょ、この感覚。はい。そう。パン？そう。ヘッドが仕事する、クラブを仕事させるってこういうことです。はい。打って終わり。そう。だから今まではこんなね、動作の中に、こんなちっちゃいクラブのちっちゃいボールで、ちっちゃいヘッドで、当てる練習をしてるわけ。ね。そうそうそう、当てるの大会やってるわけ。でもそれはインパクトゾーンが短いから、やっぱり困難なわけ。でも今の動きしてこうやってくると、対して手元が前来て、だからここは物理でしょ。ここは物理だからこう入るから、これが一番長いよっていうこと。うん、そう。だから絶対にミスショットしてもナイスショットしても、ここでここのが長いかどうかだけをやっぱり追求していくべき。そう、他のことはどうでもいいって思ってた方が、他のことが勝手に後でビデオ見たら分かるけど、トップも綺麗だし、切り返しも何か下半身から動いてるとか、左足乗ってるとか、そうなるといいって思われてる、やる、こうした方がいいよって言われてることは結構後付けに過ぎないと言っちゃうと元もこうもないんですが、そういうことが多いです、レッスンとかは。うん、とりあえず今日はテーマはパンチショット。そう、パンチショットっていうとなんかこう特殊な動きを教わってるよとか覚えようって言うかもしれないけど、映像で見たらパンチショットのイメージでも綺麗に、こっちのは逆にフィニッシュがでっかい。今どんなボールが当てるんですか？多分ほとんどもうストレートボール。左行かないでしょ。多分比較し、今までの動きと比較して足の動きは全然。なんだこれ、すごい。手も勝手に返ってるし、ベース返ってるし、うん。これをちょっと練習でお願いします。はい。当分。やばいよこれ、家で見る、家で見まくった方がいい。はい、何これ。お願いします。ありがとうございます。最後までご視聴いただきありがとうございました。
他の動画が気になる方は左の動画をタップ、チャンネル登録は右の登録ボタンをタップしてください。コメントと高評価もよろしくお願いします。